ねえ、どうですか、和田さん、時計してないけど。そうなんですよ、なくしちゃったんですよ。和田時計してんの見たことないよ。腕時計なくしちゃったんですよ。いいやつ買ってくれよ、機械式買ってくれよ、機械式。確かに。世の中、機械式と交通式の区別もついてないからね。わかんないでしょ、チクタクチクタク音がするのが機械式と思っとけば間違いないよ。交通式の場合はこう針が動く場合もザッザッザッって言うよ。チチ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 っていうのが機械式だよ。あのな、こういうことで機械的に止めてるから、機械的に進み方を決めてるから当たる時の音が絶対するんだよ。チチチチチチってびっくりするような構造になってん。よく言われるんだよ、その宝石1個もついてないのにね、はい、なんでこれ1億以上するんですかって。ただの時計でダイヤもついてないですよこれみたいな、確かに2億とか3億のやつがあるんだよ、うん、別にオークションで価値がついてそうなってなくて新品の価格で、すごい、なぜですかっていうことがこれを読んでいただけると分かると思いますね。そりゃ金かかるわ。